水落ちがあって、こうですですか？おへそこ？おへそこです。そうか、ごめんごめん。水落ちここね、おへそここね、はい、これのちょうど中間ここやねんね、はい、ここがいいな、普通は、はい、これ押さえていくけど、いいやったらグーってきます。ここない、何にも、何にもこれグーって指のところ行ってるんですね。こうやって入れてですね、ビューって入れて、来ない、何にもね、で、おへそここやったでしょ、はい、この横ぐらい行くね、ここも来ない、これちょっと来たでしょ。あ、ちょっと来ました。あ、なんかあ、これそう、そこです、これこんだけ下がってる、胃がもうおへその下まで行ってますね。いつもこのあたりです、ご飯食べたら、そう、骨盤の下やろね。だから私は最初ここら辺を入れようかなと思ったんです、最初思ったんやけど、チャーバーで俺とここやってね、はい、ね、で、ここの中間が、ここがイメージなの、普通は、はい、でも、このイメージをぐっと押さえて、何ともね、何ともね、何ともね、やっとちょっと当たる、はい、ここです、あ、ここです、ここです。だからもうご飯食べたとこ、吐くのここです。そうそうそう、押さえてる感覚はもう全然違う。で、この人も分かったから、ね、私も分かってるけどね、あんたも分かってるけど、ね、はい、ご飯食べるときに痛いもん、ポンポンでしょ。いつもそうです、刺されたらいつもこうこれね、反響ガスが溜まるというかね、ちょっと空洞なんだよ、こっちが上が全部下にしてるから余計この辺がボコンと折れてる。これくらいの人はいくらでもいけない、うん、でもこんなにポコンと膨れてる人って割合すごい、なでも、うん、なんか若いからですよ、出産後、それぐらい触ってる人ってね、80代前ですよ、多かったんけど、今の見とったらもうぺちゃんこ、お腹もぺちゃんこやけど、あのね、普通に呼吸してくれはったらいいねんけど、はい、お腹も膨らむぐらいの感じで呼吸してくれはったらいいねんけどね、痛くないでしょ、はい、これでね、鼻からでも口からでもどっからでもいいから、好きなようにちょっと大きめに呼吸してくれないですか、はいはい、お腹の膨らみだけ見とってくださいね。今膨らんでるけどだんだんお腹膨らまなくなってきます。おへそがね、奥の方で引っ張られているような感覚。ちょっと膨らみが鈍くなってきた。どうですか？自分では全く分かりません。別に構わない。大丈夫、だんだんおへそが膨らまなくなってきますよ。なんか反応ありますか？ないですか？ないわからないです。大丈夫大丈夫。今から3呼吸ね、大きめに呼吸をやってね、3呼吸、それで内臓全体的に上げていきますから、もちろん胃も腸も心臓も肝臓も腎臓も小腸も何もかも全体的に2回、あと1回ね、あと1回でいい状態に上がって、そこで安定、はい、OK、これ出し下ろしましょう。そしたら水を押しに、これすぐここでね、はい、真ん中をね、はい、ここ言いますね、いい、前より痛い、痛い、前続いたくない、痛くなかった、これでスッと打ってきた、うん、なんかウイッて、ウイッて、ウイッて見てるでしょ、ここやったでしょ、はい、こっち行くね、ウイッて、この辺ね、ちょっと指のこっちの方が、うん、上の方ね、はい、下押さえたら上の方が感じるよ、圧迫される、これどうですか、この辺ね、これなんか何もこれね、でもなんかもごもごとはしますね、もごもごとしてるけどね、来ない、今だけここやったけどね、もう今来ない、何も来ないでしょ、わかります？今一応今一応わかった。でもお腹ちょっと膨れてるからね、
まだ前みたいに溶けてるからね。内臓上がってるから上がってるもん。上がってるのは上がってるよ。わかんないけど。こうやって触るから、今からちょっと大きめに触る、ね。さっきは柔らかく触ってたけど、ちょっと今強く触ってるけど、硬いとこ探していくから。これいったらすぐわかる。指がこっちの上の方が上の方が来たんですよ、だんだんね、はい、ここやから、この辺、この辺になってるから、うん、今、これはっきりもう明らかに来た、上ってきたでしょ、ね、だからちょっと強い腰したから、先はキューッとしただけこれで上がってんのよね、はい、もう一回だけやっていこうかな、はいはい、OK、それで呼吸して、はい、呼吸してしまうだね。おへその引っ張りが少ないみたいね、なんかね。もうちょっと引っ張りがあんねんけどね。おへそがね、奥の方で引っ張られたような感じだね。ならない。ならないですよ、なんかね。なんかおへその引っ張りがすごい悪いみたいな。だからあなた、あんまり感じなかったかわかんない。でも今、内臓全体的にぐちゃぐちゃっと上がってるからね、上。もうわからんけど。はい、あと一回だけ、呼吸してちょうだい。これでいい状態なんで、はい、うん、まあどっちにしても向こうにやろうね。あのね、もうちょっとね、お腹、おへそが引っ張られていったら奥の方におへそがくるって引っ張られるから、もうちょっとペチャッとする予定やったからね、はい、でもこの人、おへその引っ張りがなかった。普通はやっとったらね、こうやって最初これぐらい膨らんでしますよ。でだんだん引っ張られるような感覚があるよって言ったら、こうなる。あんまり膨らまない。普通。でも、だいぶ弱ってきてるの。腹筋がすごい弱ってきてる。腹筋全然ないよね。ね、弱ってるから、ないけど。やっぱりやらなあかんのでしょうか、こういうのの。いわゆる腹筋。あ、まあ、それでもいいし、ここちょっと上げただけでも。こうやって、ちょっと上げただけでも。ちょっとだけ上げただけでも。それだけでも。うん。あ、うん。やっぱ腹筋。した方が違う、違うでしょ。あ、これやっぱやった方がいい。ちょっとぐらいはした方がいい。あ、はい、うん、でもね、もう、なんかあれ、ちょっと垂れ出しね、腹筋ないからちょっと強くして息吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて、苦しいでしょ。吐いて、抜かして、吐いて、これで安定で消えて、はい、ポンって言ったね、今、はい、これでちょっと、今、お腹触った時の感じを、かなり出てますね、うん、かなり出てるけど、立ったら戻ってる。今ちょっとだけ腹筋強くなった。足上げて、はい、先ほどからずっと足上げる、うん、またでもやっぱり、うん、あとね、ここに大腰筋があるから、その大腰筋が弱いの、これ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 、ちょっと足上げてください。はい、まっすぐです、まっすぐ、うん、あ、これちょっと、うん、これで足上げてみて、肩を両方で、どう？ちょっとだけ強くなった。強くなった。